今日もご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。高松市の桜の名所、鹿の井出水。サンフラワー通りの西側、150メートルほどの桜並木です。ちょうど満開から散り始めた頃で、花びらが舞っています。住宅地の中にある水路なので駐車場はありません。近所の親子が記念撮影をしようと訪れていました。記念碑まで歩いて行ってみます。高松には湧き水が出る出水、大窟もあり、鹿の井地区の出水もそのうちの一つです。She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild.
記念碑のすぐ下から水が湧き出ています。渇水時1000人が鹿となり湧き水を掘り当てたという言い伝えから鹿の泉と呼んで大切にされてきました。毎年春には桜祭りが行われ多くの人でにぎわいます。海外からのお客さんの姿もよく見かけます。水路には花びらが舞い、その下には鯉が泳ぎます。水辺で桜を見ながら春を楽しむひとときです。飛び石が置かれ、南北の歩道を行き来できます。少し間隔が広いので、十分に注意してください。一段と花に囲まれるような感じになります。桜が水面に映り、風が吹くと花びらが舞う、とても幻想的な雰囲気です。
鹿の井で水は桜が舞う美しいお花見スポットでした。